どうも、スターアイランドです。今回は、日本一怖い子供向けホラーゲームをやっていきます。その名も、緊急生放送、ミオトモジャディを救え、幽霊屋敷の謎、です。NHK 教育番組、ビットワールドのサイトで遊べるのですが、一体どれくらい怖いのでしょうか。仮面をつけた謎の集団に囚われたミオトモジャディ。どうやらこの屋敷のどこかに閉じ込められているらしい。屋敷に隠された謎を解いて、二人を救出しよう。いや最初からすでに結構怖いな。思ったより作画がリアル。剥がしたくねえ。でも剥がすしかねえ。さっきから効果音怖いし。まずはこの周辺から調べてみるか。いろいろあるけど案外何もなさそう？いや以上あるだろ。何現実逃避しとるねん。もういいや、先に進もう。なんだこの嫌な空気は。うわ、よく見たら誰かいる。見た感じ。子供？うわお。この家絶対やべえ。序盤でこのレベルとかこの先が不安すぎる。怖いからランプつけておこう。え？おい、開けろ。今絶対開いてただろ。ダメだ、入れねえ。結局開けるんかい。ここがあの男の子の部屋か。うわこのクローゼットめっちゃ怪しい。開かないけど絶対この中にいるだろ。子供らしく、おもちゃがいっぱいありますね。頭をつければ治るのかな、このロボット。他に調べられるもの、あるのか？うお。さっきから開いたり閉まったりするのなんなんだ。え、なに？何がしたいねん。急に不穏だな。でも叩こう。うひゃー。子供向けなのにびっくり要素あるとかマジかよ。イエーまさかの二段構えだった。下手なホラーゲームどころか中堅のホラーゲームと大差ないの凄すぎる。そして明らかに異常あるのに異常ないっていうなもう。お、やっぱり治ったっぽい。何か足が見えたけど特に異常はありません。異常ありません。そうだよ。だから喜んで。なぜ叫んで閉じこもった。そして何か光ってる。おお、
坊ちゃんに渡したらめっちゃ喜びそうな石だな。さて、次は1階に行ってみましょう。その前にこのドアが気になる。この石はまりそう。なるほど、おそらく3つの石を集めたらこのドアが開くシステムになってるんですね。頑張って全部見つけよう。うわぁ、ホラーゲームで定番な電話と日本人形があるよ。急に電話鳴るなよ。動くなよ。絶対だぞ。もし少しでも動いたら、泣くぞ。子供が。ほら行ったそばからー。絶対幽霊からかかってきてるわこれ。ダメだ、スルーできない。取るしかない。さあ帰るか。じゃあすみません、ちゃんと助けます、ごめんなさい。鍵かかってるのに。こっちから行くか。リビングか、なんだか懐かしい感じの部屋ですね。そして早速ティーカップゲット。ここから落ちたのなら、戻しておくか。はい。あ、ミルク手に入れた。コップに入れたいところだけど、自分も飲みたいから後でね。うん、テレビは怪しいと思ってた。さあ、一体何が流れるのだろうか。NHK を。お、出た出た。一瞬カピパラの映像が出たような気がするけど、気のせいかな。主人と息子に紅茶を、紅茶を。紅茶を作ればいいんですね。あれ、電源が入らないのにどうやって流れたんだ。お願い。ごめん、正直ちょっと笑ってしまった。紅茶青が面白すぎる。この部屋のどこかに紅茶の葉っぱがあるとか？あ、やっぱりミルクだけじゃダメか。どこかにキッチンとかがあるはず。あ、ここだ。いろいろあるけど、上に置いてあるティーポットとやかん以外は何もなさそう。このガスコンロ使える？あ、これだけ使える。お、沸いた沸いた。火の消し忘れには注意。これで紅茶が作れるかな？なんかいるわー。紅茶を手に入れたのはいいんだけど、結局ミルクって何に使うんだろう。もしかして。お。かーわーいー。こんなところに癒し要素が含まれているとは。よし、これで OK。
入れて、ミルクティーを入れて。あ、ミルクも入れてミルクティーにすればいいのか。結局私の分はないんですね。ミルクティー。よし、今度こそ完成だろう。今さら思ったけど顔色アップ。ミルクティーめっちゃうまいよね。わかる。あれ嫌いって言ってる人あまり見たことない。冷え。なんでみんな喜んでるはずなのに最後叫ぶねん。とりあえずこれで二つ目の石ゲットですね。残りは多分お父さんだけでしょう。あれ、まだ何かある。OK 把握。あの鍵がかかってた部屋にようやく入れそうですが、まずは石をはめに行きます。さあ、最後はどんな願いを叶えさせればいいのでしょうか。ここはお父さんが使ってると思われる書斎ですね。まずは机を調べてみようかな。ちょっと待って、急に時間制限かかるとか聞いてないんですが、何？ブリキの箱？時計関連？うわー、こんな文章見てる場合じゃねえ、急いで時計探さないと。しかも無駄に怖い日記だし呪われてるっぽいし、どれが時計？これが時計。時間ないのに急にパズル始まったんですが、こういうパズル系苦手だからとりあえず適当にはめていこう。これでいけない？まさか一発でいけるとは思わなかったけどやったぜ。えっても残り時間止まってないのなんでや。とりあえずサクサク進めるぞ。どうもお父さん。会話中も制限時間止まらないとかマジかよ。難易度すら子供向けなのにぬるくない？ひえー。そうか、あれって実は幽霊じゃなくて幽霊のような体になってただけなのか。どういうことやねん。結局謎は残されたままですが、これでようやく3つ揃いましたね。やべえ、ちょっと怖かったから思わず後ずさりしてしまった。時間ない言うとるのに。いやめっちゃ怖いやん。これ子供なら怖くて灰選べないんじゃないのか。お？あれは？いや救出めっちゃ簡単かよ。はい、というわけで、ミオともジャビーを救えは終了となります。子供向けにしてはかなり怖いかつ丁寧に作り込まれており、一般のホラーゲームと比べてもとても楽しかったです。NHK の本気を見せられましたね。それでは、また次の動画で。